皆さんこんにちは。ファッションデザイナーの石川俊介です。最近ルームツアーやったりとか、はいはい、あと一週間コーデとか、はいはい、パクリ企画系ね、はい、パクリばっかりやってるじゃないですか。なんかこのチャンネルらしいことをちょっと企画としてやりたいなと。オッケーです。石川俊介といえば、はい、まあ、素材オタク、はいはい、素材マニアみたいなことを、はい、なんかもっとトークで、はい、惜しみなく、はい、その辺の深い知識を披露してもらいたいなと。おそらく本気で話するとアパレルの人もさっぱり分かんない話になっちゃうと思います。なので、まあ、そこは、まあ、僕が聞いたりするので、はい、まずその1回目ということで、うん、まず素材、はい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 、コットン、うん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 、もう一番王道ね、スーパー王道素材、はい、のマニアックトークっていうのをちょっと聞いてみたいなと。わかりました。Been at it already, had my tarot read. Things are looking up for me, that's what my tarot said. Been pumping out pheromones and wearing red. Young Jerry Lollary King, but they're not aware of it. そもそもやっぱ僕ら、うん、まあ、視聴者さんもそうなのかな、うん、コットンっていう言葉は知ってるんですけど、はいはいはい、コットンって何かって言われたら全く分かんないレベルです。そっか、コットンが何かが分かんない。分かんないです。綿です。そのコットンっていう原料自体を語る前に、じゃあコットンってどういう素材でどういう特色があるのとか、どういうメリットデメリットがあるのみたいなところからお話してる方が入りやすいんじゃないかなと思うんで、その辺をまずお話ししていきましょうかね。そのコットンってじゃあどういう特色があるのっていうところでいくと、まずね、デメリット、洗濯すると縮みやすい。だからポリエステルの方が洗濯しても縮まないから楽だみたいな感じでポリエステルが増えてたりしてるんですけど、っていうのがまず一つ目で、あとね、やっぱ皆さん思うと思うんですけど、デニムとかチノパンとか普通のコットンのシャツ着てでもちょっとシワになりやすいんじゃないかなみたいな感覚があると思うんですね。あとは洗濯重ねてったりするとだんだん毛羽立ってくる。特にジーパンとか新品で買った時に最初すごい毛羽出ますね。ああいうイメージがあると思う。まあ毛羽が立ちやすい、これは繊維としての特徴上毛羽立ちやすいですっていうのと、もう一つ洗濯して、これ特にポリエステルと比べた時に乾きにくいな、例えばスウェットとかジーパンとかなかなか乾かないじゃないですか、自然乾燥しようと思ってもっていうあたりがコットンのデメリットなんですね。でもコットンの良さっていうのがその片、もう片方でありますよっていうところで、まずね、一つ目、タオルとかで皆さんほぼコットンですよね。たまに最近ってマイクロファイバー系のポリエステル の速乾のタオルとかもありますけど、家のタオルってコットン使ってます？わかんないです。今治コットンじゃなくて今治。それ産地。それはね、あれをね、折ったりしてる産地の話。ほぼほぼコットンだと思います。家で使われてるの。なんでか、吸水性高いんですよ、コットンって。水をしっかり吸ってくれる。だから、コットン使ってます。というのがまず一つ目。メリットの良さの一つ目。だから、着てて気持ちいいじゃないですか、T シャツとかも。ポリエステルとかだとちょっとペタペタっとしちゃうのが、コットンだと汗吸ってくれるから、限界に来るとそれ以上汗吸わなくて冷たくなりますけど、限界まで汗吸ってくれると。というのが一つ目。で、汗吸ってくれたら今度それが蒸発しようとするんですね。気化熱で体冷やしてくれる。っていうのがあったりとか、あとは、洗濯、これポリエステルに比べるとっていう話をすると難しいんですけど、他の天然素材とかに比べると洗濯比較的強いんですね、コットンで。だから洗濯機でガンガン、タオルなんかガンガン回すでしょ、ガンガン回しても大丈夫だしみたいなところができますよと。であとは静電気とか起きにくい。ポリエステルとかって結構静電気起きやすいんで、それに比べて全然静電気が起きにくいっていうのがあって、あとね、やっぱ肌触りじゃないですか。多分皆さん T シャツ着ているともちろんポリエステルも一部入ってるものとかあると思うんですけど、そういう時で TC ってよく専門用語で言うんですけど、T っていうのがテトロンでポリエステルを示していて、 C がコットンですね。でそれの混紡のものを使ってて、まあ、コットン 60% とか 40% とかなんですけど、まあ、コットン入れてる方がやっぱ気持ちいい。さっきの吸水性も含めて。でなんでまあコットン肌触り気持ちいいかっていう話も一応しとくと、コットンの木があるんですけど、それにこうコットンって木になる。あ、そう、そこか、そこだ。もしかしたら知ってる人も草と思うかもしれないですけど、実際木なんですよ。あれコットンの木に実ができるんですね。それが最後パンと弾けて中からコットンの綿がわっと出てくるんですよ。
おそらくもともとあれはそれがポロッと落ちて風で転がってってどっかで別の場所で育つ猿のものだと思うんですけど、っていう綿にくるまれてるんですね。この綿を取ったものが繊維になって、取った状態こんな感じですね。でこれはあの種をくり終わった後なんですけど、こういう感じなんですよ。でこれをきれいに繊維揃えていって、よって糸にしていくんですね。こう中にいろんなもの入っていて、こういうも全部落としていってっていうのがコットンです。これぐらいの実が4つぐらいとか1つの中に入ってて、弾けてコットンになりますよという感じなんですね。でなんでこれ柔らかいかっていうと、天然の繊維って大体太さ決まってて、細いもので10マイクロンぐらいから、洋服とかに使うのは30マイクロンぐらいなんですよ。でもあとは先端の形状の違いが、これ前にカシミヤの時にお話したと思うんですけど、コットンってこう生えてきて伸びていく時の先端は細い、だから肌触りすごいいいんですよ。実はまあウールとかに比べると涼しいものって思われてるかもしれないですけど、コットン自体はすごく保温性が高いんで、昔々日本ではコットンを着るようになって人の命がだいぶ救われたっていうぐらい、うん、ゴアテックスとかで言うじゃないですか。ゴアテックスができて雨に濡れても大丈夫になったから人の、ね、登山の時の人の命が救われるようになったとか言いますけど、その大昔でいくとコットンが人の命をだいぶ救ってるんですよね。だいぶマニアックになってきたでしょ。なってきましたついてきてます。大丈夫ですか。メリットデメリットなんですけど、はい、うん、そもそもコットンっていうのは、うん、はい、どういうものなんですか。はい、で今お話しあった通り植物です。でアオイカワタ属っていう本当木ですよちょっと急に雑に言ったのね。木、その木になる実を人間が収穫して繊維として使ってますっていうものですね。で種子毛繊維って言われる、まあ、種子、植物の種子の毛の繊維を取ったものです。いわゆる植物性セルロースって言い方しますけど、セルロースで作られている繊維ですね。っていうのがそもそもコットンですと。じゃあコットンってちょっとマニアックな話をしていくと、あのさっきの特徴のところにつながっていくんですけど、どうやってできていくかみたいなところのお話があって、で植物性セルロースが実の中でまずね繊維として長くこうピューと細いのが伸びていくんですよ中でね。それがだん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 肉厚になっていくんですね。でその中が空洞になって中に液体が入った状態でどん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 伸びていきますよと。でそれがパーンと弾けた瞬間に中の水分が蒸発していくことによって繊維がひしゃげて扁平した形になるんですね。この時にちょっとねこう波打って繊維が波打ってくるんですよ。で中が空洞、繊維が波打ってる、これが糸として最高な要因になっていくんですね。それ何かっていうと、中に空洞がある、これは中に空気が多少残ってるということなんで保温性につながっていくんですね。繊維としてやっぱ暖かさみたいなことが必要なんで、その保温性につながりますよ。もう一つ繊維が波打つ、これはウールも一緒なんですけど、繊維が波打ってると糸にしやすくなるんですよ。まっすぐのつるんとまっすぐの繊維って酔ってもスポッと抜けてしまいがちなんですけど、それが波打ってることによって絡み合ってくれて生き糸が作れるんですね。そういう意味でコットンっていうのはやっぱり洋服とか繊維を作るのに最高の素材の一つなんだ。それを天然でやってくれるっていうところがコットンのすごいところです。でコットンには大きく種類があります。まずはコットンの繊維から見た種分け、ミリ数、長さにおいて、これもともとのコットンの品種によっても違うんですけど、長さが違います。まず単繊維って言われるの 20.6 ミリぐらい以下のもの、これでいくと見えないんですけど繊維一本一本本当に短い繊維なんですよ。コットンって長くても30、40ミリ、4センチないぐらいの、絶対見えないと思うんですけど、短い繊維がいっぱい綿として詰まってるんですね。シルクとか長い繊維と違って、これ単繊維って言われる繊維なんですけど、これは例えば日本でもともと作ってた綿とかっていうのはこれなんですよ。だから短いと細い糸が引けないんでいい洋服作れない。だから布団の中綿、座布団とかの中綿に使ったりとか、分厚い生地を作るときに使うのは、これインド綿とか、デシ綿とかいわゆるインド綿とか、和綿とかっていうのはこういう綿が多いんですね。で次が中繊維綿、この辺からはちょっと繊維に使い始めるんですけど、これで 20.6 ミリから 25.4 ミリの長さのものを中繊維綿と言います。でその次が中長繊維綿で、これが 26.2 から 27.8 ミリで、ここがよく使われていること、皆さん着てる T シャツも中繊維綿よりは中長繊維綿と言われるこの辺が多いです。これ一番有名なところでアパレルの人はみんな名前聞いたことあると思うんですけど、アップランド種って言われるようなアメリカを代表するようなコットンとか、普通の T シャツとか作られる、あとデニムとかチノパンとか作るときはほぼほぼアップランド種って言われるコットンです。
でそのコットンとか中長繊維綿と言われるもの。でその上に長繊維綿と言われるのがあって、これが 28.6mm から 33.3mm ぐらいのものです。でこうなってくるとちょっと細い糸が引けるようになってくる。例えばうちの T シャツで作っているのは60番手とかが引けるようになってくるんで、より綺麗なものが作れる。その分高いんですね。でその上にさらにあるのが、あの長々面と言われる 34.9mm 以上のもの。これは大体 35mm 以上っていうんですけど、これはもう本当に細い糸まで引けるものがあります。200番って言われるような極細の繊維まで引けるようなものがあって、有名なとこだと CER のコットンだったりとか、ギザエジプトのギザだったりとか、あとまあスーピマコットンとか、あのインドだと今スビンコットンとか、そういう有名なコットンがあるんですけど、これ長々繊維って言われる一番高級なコットンですね。もう値段全然違います。もう長ければ長いほどいい。長ければ長いほどいい。もう一つ繊維が細ければ細いほどいい。一番細いのはスビンで、その次がシアラとコットンぐらいの感じで、あとまあギザとかは逆に細さそこそこなんですけど強さがすごいあるとか、それぞれのコットンの特徴があります。なんでそれによってまた値段は変わってくる。あとコットンの値段決めるところでいくと、あとは防石性だったりとか、白度、どんだけ白いかだったり、いくつかの要素があるんですけど、それをあの全部検査機にかけて検査しますね。今は繊維の長さでコットンの区分けだったんですけど、もう一つ重要な区分けがあって、これ結構知らない人が多いっていうところでいくと、コットンには大きく4種類あるんですね。まずは大きく2つに分かれて、1つがアメリカ大陸系、もう1つがユーラシア大陸系の2つです。アジア系の2つです。で今我々が着てるコットン、タオルですかっていうコットン、ベッドカバーのコットンはほとんどもともとアメリカ系と言われるものですね。でアメリカ系、これもまた2つに分かれるんですね。で1つ目がいわゆるさっき話したアップランド州とかというヒルスツム、これが今出回っていることの 90% ですかね。これヒルスツムって言い方、ゴシピウムヒルスツムって言い方がするんですけど、全く分かんないですいやこれゴシピウムというのがコットンのことですね。でヒルスツム、ヒルスムコットンっていう意味なんですけど、ゴシピウムヒルスツム。でもう一つ、さっき長々面ってお話をした、これはもともとペルーとかが原産なんですけども、これをゴシピウムバルバデンセっていうんです。だから僕がバルバデンセ、バルバデンセって言ってるのと、あとキャッシュ&バルバって今ブランドやってるんですけど、あのバルバっていうのはバルバデンセのバルバです。長々面っていうので。この2つがあります。これ染色体の数が26っていうので。で、もう一つ、アジア系。もし日本で生えてるとすると、ほとんど和綿なんですけど、これがゴシピウムアルボレウム。アルボレウムっていうのがあって、これが和綿とかインド綿とかって言われる、もともとアジアにいるコットンで、もう一個非常に希少種として、あの今ほとんど作られてない、でも作られてるんですけど、でこれがゴシピウムヘルバケウムっていうのがあります。今でも日本に糸入ってきてるんですけど、原料入ってきてるんですけど、っていうのが4種類あって、こっちはね染色体13なんですよ。だから倍数で違うんですね。なんでこの2つ、アメリカ系とアジア系のことを掛け合わせできないんですよ。でアメリカ系のコットンは日本で育てるのがちょっと難しめ、気候の関係で。でどっちかっていうとアジア系のコットンの方が育て、和綿とか育てやすいんで、まあ栽培してるのはこっちが多いですかね。ただしいい洋服は作れないっていう感じですかね。だいぶマニアックでしたけど、この4種類がありますよと。じゃあ石川さん、はい、まあ、ちょっと尺的にこのぐらいかなと思ったんですけど、こっからコットンの本格的な話に入っていくんですけど、え、こっからですか？こっからですよ。え、十分間に合う。いやまだコットンの歴史も話してないし、こう世界に与えた影響みたいなところがあったりとか、いろんなことあるんで、こっから話したいこといっぱいなんですけどね。あとちょっとコットン都市伝説みたいなことだったりとかいろいろネタはあるんですけど、尺だね。そうですね、うん、ちょっと、はい、次回。あ、そう、あ、はい、はい。え、僕このテンションはそのままどうしたらいいんですか？もうこれちょっと来月まで。来月わかりました。はい、じゃあそこまでにもうちょっとなんかいろいろネタ繰りしときますね。じゃあでもここまでで石川さんが本当にこの人マニアックなんだって伝わったと思うので、はい、いやー今のじゃ全然ダメダメです。なんか、はい、コメント欄でも結構コットンに関して、ね、うん、なんか石川さんに質問投げたら石川さん返してくれるんですか？もちろん何でも言ってください。自分あれでもその人が着てるコットンこれ何ですかって言われても僕さっぱり分かんないと思うんでもうちょっと具体的に何かとかで、こういうもん買いたいと思ってるんですけど、こういうコットンって言ってるんですけどどうですかねみたいな話だったりもらえると、なんかいろいろ答えられることいっぱいあるから。皆様チャンネル登録、高評価、コメントよろしくお願いいたします。